はい、どうも、ゆうすけです。今回はですね、ゲノセクトのソロ討伐に挑戦していきたいと思います。今ですね、天候が晴天なんですよね。天候が晴天。で、このゲノセクトなんですけども、天候が晴天の場合、なんと、ソロ討伐できる可能性がワンチャンあるんですよ。まあ、ゲノセクトってね、まあ、虫鋼タイプなので、炎タイプが二重弱点になるんですね。まあ、二重弱点持ちということで、まあ、結構ね、まあ、炎タイプでガンガンつけば、ダメージを、高ダメージを与えられるんですよ。で、まあ、炎タイプのブーストがかかるのって、晴天じゃないですか。晴天だと天候ブーストで炎タイプの技にブーストがかかるんですけども、そうなった時に、ワンチャン、ソロ討伐でいける可能性があるんですね。今回はそれに挑戦していきたいと思います。で、パーティーなんですけども、メガリザードン Y ですね。メガリザードン Y を先頭に入れております。残りはレシダムで固めてあります。で、まあ、主に可能性があるのは2パターンあって、1つは僕みたいにメガリザードン Y を先頭に置いて、で、レシラムで5匹後ろ固めるっていうパターンと、もう一つはメガリザードン Y1 匹を使ってメガリザードン Y がやられたら回復して再突入、メガリザードン Y がまたやられたら回復して再突入みたいな、まあ、メガリザードン Y1 匹だけで行くっていう方法ですね。多分その2つだとは思うんですけども、今回私はこのレシラムを入れてやるという感じでやっていきたいと思います。そしてゲノセクトの技も非常に重要です。ゲノセクトの技が何であるかも非常に重要です。僕がやってみた感じ、マグネットボムはかなり難しいです。マグネットボム実はこの前に1回やったんですけども無理でした。結構難しいんですよ。脳死連打してると全滅しちゃうんですよ、マグネットボムの場合はね。かといって避けてるとダメージを与えられなくて倒せないっていう、結構難しかったんで、なのでゲノセクトの技も結構重要になってきます。それじゃあやっていきたいと思います。いや、技次第ですよ。なんすかね。いや、ほんと技による。シザークロス OKOK、 いいよいいよ、シザークロス OK。 シザークロスはね、これ当たりですよ。なんでかっていうとですね、シザークロスはこうメガリザードマイって炎飛行タイプじゃないですか。炎飛行タイプ、つまり虫技に対して二重耐性があるんですよ。まあ、このシザークロスはさっきからもうこの子頻繁に打ってきてるんですけども、そしてゲノセクトが虫タイプなのでタイプ一致技でもあるんですけども、ただ一発一発全然減らないですよね。うん、全然減らないですよね。てか、どんだけシザークロス打ってんねん。もう8発ぐらい打ってない。てか、もうさっきからずっとシザークロスをずっと連打されてるけど、それでもそんな減らないんですよ。で、実際この時間まで持ってくれてるんで、あと一発ブラバン打ちたいかな。それでいいかな。これでもうだいぶ稼げてるだろう。あと一発打ちたい。これ打ちたい。これ入る？あー、これ入ってない。これ入ってないのでかいかもしれない。じゃあ、あとは、レシラブさんに任せましょう。にしても、シザークロス、シザークロス打ちすぎやろ、こいつ。でも、あとはもう、レシラムさんが頑張っていただくことを信じてやるしかないですね。で、レシラムを使う場合なんですけども、まあ、オーバーヒートが抱え落ちするかどうかですね。これ、オーバーヒートが抱え落ちすると結構きついんですよ。ちゃんと打てますね。もう一発打てるかどうかだな。いや、もう一発これ打てるかどうかですね。それ結構重要ですよ。いや、打てそうだな。で、これが入るかどうか。入ってください。どう入った入った多分入った。多分入った。多分これ、抱え打ちせずにいけたから、OK です。これね、オーバーヒートを抱え打ちすると、かなりきついんですよ。あ、160秒で黄色、残り160秒で黄色です。これはあとはあれですね、オーバーヒートをいかに抱え落ちせずに
打ち込むかですね。やっぱね、ゲージ使い落ちしちゃうとそれだけタイム数になるんで、なのでちょっと運の要素もここからは関係してきますね。こうシザークロスをギャロセクトが打ってくるタイミングも結構重要になります。もう一発打ちたいけど多分打てない気がするんだよなこれ。あと一発はギリギリ耐えるはず。いや、これ通るかどうかです。これ多分抱え打ちましたね。これもったいないですね。今微妙に HP がちょっとだけ巻き戻ったのが分かったと思うんですけども、オーバーヒートがちゃんと入らなかったということですね。これはちょっと影響しそうですね。でもいけそうだとは思うんだよな。残り100秒でここまで削ってるからいけるとは思うんですけどね。まああとはもう信じて脳死連打です。信じて脳死連打。あと一発打ちたいですね。このレシラムさん、あと一発オーバーヒート打ちたいですね。あ、残り80秒で赤と。これ打てればいい。これ打てればいい。オッケーオッケー。もう一発は多分無理だと思うんだよね、これ。多分これ抱え落ちすると思うんですけど。ああ、もろ抱え打ちしましたね。これ、もろ抱え打ちしましたね。もう抱え落ちとの勝負ですね、これ。でもまあ、これだけ削ってるからもう大丈夫だと思うんですけどね。残り50秒。いやー、ちょっと2発の抱え打ちがちょっとここに来て、影響してる感は、ちょっとありますけど。いやー、あと抱え打ちだな。いやー、これは痛いかもしれない。いやー、これギリギリだな。結構ギリギリだな。抱え落ちが響いてます。いやー、あと一発なんだよ。あと一発なんだよ。いやー、これはいや、抱え落ちが響いたな、これ。抱え落ちが響いたな。抱え落ちが響いたぞ。抱え落ちが響きましたね。ちょっともう一回リベンジしたいと思います。
いや、抱え落ち何回かした時はちょっとどうかと思ったけどね。これ運の要素もあるな。運の、これ運の要素も結構あるなって思いましたね。無事ゲットです。いやー、でもあのね、いけそうでいけない。これいけそうでいけないんだよ。しかも個体値結構高かったっていうね。いいんじゃないですかね。うん、いいんじゃないですか。まあ、こんな感じで、天候が晴天であればワンチャン、まあ、結構難しいんですけども、こうゲノセクト一人討伐できる可能性がありますので、もし、上級者の方、アルティメットプレイヤーを目指したいという方、ぜひこのゲノセクトその討伐挑戦してみてください。それでは、ゲノセクトその討伐動画いかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録並びに高評価を、いいねと思ったらしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではアディオス。